亀岡盆地の地形図亀岡盆地中央には、ヤギの町並み亀岡盆地は、京都府南部にある盆地。盆地内には、亀岡市と南丹市そのべ、ヤギ領地区があり、国道9号を呼び、佐賀の線沿いに、人口、産業、商業が集中している。断層角盆地で、中央を葛川が横断する。盆地からの流出口は、京都市方面への保津橋のみである。 そのため、保津峡の排水能力が、限界に達すると保津峡口にある地域、特に地盤の低い南側の亀岡市街地は、冠水しやすくなっており、近年まで度重なる洪水に見舞われている。現在は上流に日吉ダムができたため、大きな洪水は起こっていない。また、亀岡盆地の北東部から北部にかけ、あたご山々系がそびえ立つため、 冬になると、霧が頻繁に発生する。このように、亀岡盆地は水、霧が溜まりやすい地形となっており、古くは湖であったという伝承も残っている。産業は、農業が中心であり、豊富な地下水で、丹波米や丹波産黒豆、丹波大納言小豆を産する。近年は、男前豆腐店、小池屋、虎屋、日清医療食品、 雪印メグミルク、利権ビタミン等の食品工業を中心とする企業立地も盛んになっている。亀岡盆地は太古は湖であったと言われ、それに基づく伝承が各地に残っている。地質学的には、先進予、後進予頃まで標高280メートルほどの湖であったことが確認されており、周辺の山体には一部平らになっている。 断球地形も見られる。また、地形と地質から、その後も何度か、湖や沼地であった時代が繰り返されたものと考えられている。現在においても、盆地は、保津橋が人と塞がれば、湖に戻る地形を成している。ただし、当地に、いつまで湖が残っていたかは定かではない。考古学的には、口丹波最大の地と車塚古墳をはじめとして、 大小多くの古墳や遺跡が盆地内に残っており、周辺の山に沿った高所に分布している。また、それらは概ね標高100から200メートルの高台に位置しており、標高100メートルの水面を持つ湖が示唆される。保津峡入口左岸に、受け田神社、右岸を走る佐賀野線の奥に、桑田神社が鎮座。丹の池子の川き残りという。 盆地内に残る伝承によると、当地には赤土の泥湖であったという、丹の湖、丹の海があったという。また、これに基づき国名の丹波も、風が吹くと湖に、新色の波が立った様子を表したとする説もある。ただしこの国名の由来は一般にはあまり認められず、別説が有力視される。 この湖に関して、出雲神話で有名な大国主名が、保津京を改作、湖の水を抜き盆地を開拓したという伝承が、盆地周辺の神社数社で伝わっている。しかしながら有力な文献はほとんど残っておらず、各社の社殿や区殿によるところが大きい。そのため、地元の郷土市でも、ほとんど取り上げておらず、伝承自体も、 各社で異なっているために統一的な解釈は出ていない。関係する伝承を有する神社は以下の通り、以上の説話は全国に残る大国主の国づくりの一つである。同様に太古に湖があったという伝承は、甲府盆地等の日本各地の盆地にも見られる。なお、後世江戸時代に入り、保津峡は角倉領域によってさらに改作されることとなる。 ありがとうございます。